皆さんこんにちは。健康運動指導士の松尾と申します。今日は皆さんに正しい歩き方をお伝えしていきたいと思います。さあ一緒に楽しく歩きましょう。はい、ここではシューズの履き方についてお伝えをしていきたいと思います。足に負担をかけないようにするためにもシューズをしっかりフィットさせて履く癖付けをしていきましょう。まず靴紐を緩め、シューズの履き口を大きく開きます。トントンと数回かかとで軽く地面を叩き、足をシューズに収めます。靴紐は足の甲から順にたるまない程度に締めます。最後の2本はしっかりと。ゆっくり体重をつま先側へ移動させます。ウォーキングのキックの体勢にして蝶結び完成です。皆さんどうですか？今履き直した側とまだ履き直していない側、ちょっと足の感覚確認してみてください。違い分かりますよね？さあこれで足元は万